オフィスから帰宅する瞬間が私にとって一番の癒しのひとときです。その扉を開けると外の世界とは異なる私だけの居心地の良い空間が広がっています。足元から心地よく包まれるルームウェアに身を包み、外の制約から解き放たれた瞬間が幸福感を生むのです。リビングで心地よくくつろぎます。ソファに身を預け、好きな音楽やテレビ番組に耳を傾けながら、まるで時間がゆっくりと流れているような感覚が広がります。その中で今日の出来事や感じたことを振り返りながら、心に余裕が生まれます。仕事のプレッシャーやストレスから解放され、自分と向き合う時間が幸せを感じさせてくれる瞬間となります。この日常の一コマが私の人生において大切な時間となっています。仕事と家庭のバランスを保ちながら、自分自身を大切にし、幸福を感じる瞬間を大切にしています。これからもこの穏やかで幸せな時間が続くことを願いつつ、明日への活力を満たしていきたいと思うのです。そして活力を満たすためにゆっくりと準備を始めます。明日への準備が整う中で、今日の感謝と喜びを心に留めて眠りにつくのです。仕事や日常の忙しさの中で培った穏やかな時間が私にとってのエネルギーの源となり、新しい日を迎える準備を整えてくれることを知っています。これらの瞬間が私の生活に豊かな色彩と深みを与えてくれるのです。